れ映像はここまでにして、安価な機材で始める水草レイアウト水槽のこだわりポイントについてまずは語らせてくださいなのだ。ああ、安価な機材で始めたいということは、 CO2 添加機材、高光量のライト、外部フィルターは使わないのだ。ということは、要求が多い水草や前景草は使えないのだ。ということは、育成容易な水草と化粧砂、これに行き着くのだ。とはいえ、キャリを一面に敷き詰めて陰性水草を沈めるだけだと単調すぎるので、ソイルと砂の敷き分けをして、柔らかい水草と明るい化粧砂で清涼感を演出するのだ。また、フィルターは底面フィルターと外掛けフィルターを接続することで、コスパの高いろ過能力を実現しつつ、上級者感を演出するのだ。水草と生態を除いた費用はこちらの通りなのだ。安く揃えれば1万円に収まるのだ。水槽サイズは何でも OK なのだ。飼育数と水替え頻度を考慮して決定すればいいのだ。グッドボタンを